はい、こんにちは、コムさんです。ホンダ、はいホンダ N3360 ね、続きやっていきたいと思います。これも完全にね、コムさんの創作模型というかね、になっておりますので、一旦ね、まあこんな感じでできてますが、一旦まあバラしました。このフロ前にもこれ言いましたけど、これとね、ドアでリアガラスもバラしました。で、今こんな感じになっております。で、デカールは、タグホイヤーのこれかな。これと、リアがね、あ、ここ、サイド、ここ、これね、増えたのがね。で、リアがね、ここ、ホンダの、エンブレムを赤くしております。で、フロントね、グリル、黄色だったんですけどね、グリルをね、ボディ色に変えました。で、これ、ホンダね、まだこの真ん中、ホワイトかシルバーかなんかに賞を持ってるんですけど、とりあえず中ね、赤くしました。この感じでね。ホンダっぽいですね。で、ここね、ここはまたね、シルバー塗って、フォグランプやけどね、フォグランプにするんで、黄色かオレンジか、もしかしたらシルバーに透明のね、クリアにするかもわからないですけどね。で、リアの、リアウィングに、このね、デカール。アストンマーチンのデカールね、ありました。で、リアのね、ガラス。片方、こっちがね、ちょっと黄色、ガツンと多かったところをね、青く、ここね、塗ることで、調整しました。こんな感じで、両方ね、もう完全に、塗装に、ボディ色の塗装になっております。という感じでね、今日は、続きね、いろいろやっていきたいと思います。そしたら続きやっていきます。ドアね、ドアの内張りからつけていこうかなと思うんですが、ドアの内張りってかどんな感じでつくのかな、試したこともないんですよ実は。そうだね、あ、こうか、こうだね、これでつきましたよね。これ何かつけやなあかんのあんのかな、他のパーツね、先に内張りする前につけなさいよっていうパーツあるかもわからないんでね、一旦ちょっと確認をします。ありましたね、ありました、 C7、 ちょっと待ってくださいね、 C、 これか、これやな、 C7 と C8 やね。これを長い方が上になるのかな、長い方が下か、形状的にはこうな、これに C7 ということは、あっちが C8 ということで、自然的にね、向きが決まってくるということなので、C7 をまずね、あ、これ穴あるから、穴で分かるようになってるんだな。こうしてつけていきます、C8。で、知ってますかね、これね。これつけてるんですけどね、コムさんもドアはね、開閉式にしないでおこうと思ってるんですよね、実は。一応ね、どっちにも行けるように今んとこつけますけど、もうつけないで、ドア開けないでおこうと思ってるんですよ。ドア開けたり閉めたりしてね、しないと思うんですよね。なんで、これ一応つけますけど、ね、危ないね。これね。で、こうね。こうして、ここ。もう古くせ取れたでしょ。これね、接着剤。なんちゅうかな。古いやつね。また説明したら、古いやつ使ってたら、届かない、刷毛が届かないんでね、揺さぶって届くようにして作って。
使ってたんでね、その癖が随分ついてたんですけども、もう取れましたね。どうやらね、取れたようです。はい、そしてこれのね、ここのまあまあか、カラーリングというのはね、またやりますけども、こんな感じです。つきました。で、どこ行った？これか。これとこれ、こうしてね、ちょっとね、映ってるかな、心の中で10数えてね、心の中で10を2回ほど数えているというね、20ですね。だからよいしょ、そしたらこれね、ちょんとこんな感じですね。つけました。はい、今心の中で10でしたね。はい、そしてこれ、このパーツね、これはもうええのかな、いいね。ね、マスキングね、めくっていきます。ダッシュボードね、マスキングめくっていきます。前回シルバーに塗装をしましたというねやつですなんでシルバーやねんやろ。ちょっとね、カーボンにするにはね、どうなんかなって思ってね、だったらアルミ化ステンレスやなと思ってね、シルバーにしてみました。そこはね、もう自由にね、やっていくと。よいしょ、映ってるかな、映ってますね。ギリギリでしたね、今ね。こんな感じで、マスキングをめくっていきますよと。ね。で、よいしょ。で、ここね、めくりました。もうちょっとここね、マスキングめくりますよと。この真ん中ラジオのとこはね、黒ね、こんな感じできました。で、これがね、ドッキングするんですよ、この2つがね。そうドッキングしますね、こうどうなるのかな、ホンダが上やからこうでしょうね。ここじゃないのかな。こうか。こうやな。こうですね。短くなる。はい、これでも接着します。これね、ここちょっと当時 あのプラモデルってどうなんやろね、この瞬間SP ね、流し込みの SP、 このプラスチックっていうのは対応するのかな、くっついてることも対応してるんですよね。はい、続きです。ピレリ貼っていきますね、オーバーフェンダーにね。でディープスポイラーもこのままの方がかっこいいんでね、もうこのままでいきます。何も貼らんとね、行こうと思います。ちょっと待ってください、カメラこうね、なんで下向いてんやろな。はい、そしたらピレリね、貼っていきますと、ここね、はい、
もうここです、決まってます、もうここってね。こう向けとこうかな。こんなもんね、ありました。はい、そして逆側ね、逆側よいしょ。大体同じぐらいの高さで、こんなもんね。はい、これで足元しっくっと締まりますね、これ貼ったらね。はい、こんな感じで置いときます。これはまたねクリアしていってね、こう接着していかなあかんのでね。はい、よいしょ。そしたら次ね、そうそう、このねタミヤのね、タミヤさんのこのマークをね、つけたいんですよ。で、1個、2個あるんやけどね、1個だけ、このね、ここへつけてもいいし、この真ん中、もうこの、ここにね、ここに、バーンと貼ろうかなと思ってます。ナンバープレートっていうのはね、別にもう、いいのでね。で、あえてね、このタミヤって書いたこの文字はね、貼らずにいこうかなと思ってるんですよね。はい。これは貼りません。まだ気に向いたら貼るかもわからないですけどね。あと、そうですね、ピレリーを、もう一個ね。ウィングじゃなくて、リアでもいいしな。フロントに行こうか。フロント、ここ行こうかな。うん、リアにしようか。リアのここの横の辺にね、ピッとピレリを。ここか。ここかな。よし、タミヤマークいけるかな。まだ動かないな。これちょっと古いんでね、このバテカールは。ちょっと動かないね。ピレリの方が早いかもしれないね。さすがにまだええな。よいしょ。こう置いておきましょう。はい。そして、これついたんで。これね、シフトレバーね。こんなんもやっていきましょうかね。よいしょ。サイドブレーキね、これつけるかどうかちょっと微妙やけどね、今日ね、やっていきたいな思っておりますが、その前にね、これだけ貼っていかなかな、タミヤとピレリ。こんなコムさんのほとんど本間の感覚だけです。ここかなっていうね。ここにね、貼っとこう。こんな感じで貼っとこう。ピレリね。よし。で、この、バー辺の方のピレリもね、押さえとこう。こんな感じでね。で、これ。映ってる。よし。で、タミヤさんね、動いたかな。
あ、動いたね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。吸ってるかな。ここね。はい。もう真ん中行きます。バーンって。こんな感じ。ここの方がいいかな。一回やってみようか。どっちでもいいかなって感じだけど、こっちかな。やっぱり最初に見た方がね、栄養に見えるんかな、人間って。よし、これの方がいいね。はい。で、こっち側はもういらないね。いらないね。よし。そしたらね、次、ステアリングの取り付けがないんですよね。どこ行ったかな。これか、これやな。よし。と、これね、組み立てていきますよ。こうか。グッと刺す。よいしょ。んで、接着、ちゃんとね、ちゃんと接着して、せやな、ステアリングはまだ付き合んとこうかな。ステアリングつけるとね、ここの塗装しにくくなるんでね、これ塗装したいんで、ちょっとまだ。これ置いときます。ちょっとね、上の方へ。ステアリングも上置いとこうか。よし、そしたら、内装が、内装まだちょっと置いとこうかな。やっぱりね、これはちょっと置いときましょうか。このステアリングのやつつけてからやないとね、なんか閉まらないって気がするな。つけにくいかな。そうでもないかな。一回やってみようか。また登場してきましたけどね。こんな感じで、あとちょっとこれもつけちゃってもいいかな。ずつね、これすれば助手席取っちゃったから、これが助手席かな。ちょんと、で、ここちょん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 とね、映ってない、映ってない。こうして、で、またね、で、リアね、リアがこうか。リアがこれ何かつけるもんいんのかな。これでいいのかな、ついてても。ちょっと待ってくださいね。リアがリアがつかないのかな。ボディにつけるんだ。リアのボディにつけることになってますね。あとやね。そしたら次、これでね、一応デカール貼り終わったんで、これ押さえながら、これ押さえて、タミヤ押さえてね。よいしょ。はい。OK でしょ。で、すごいな。はい、タイヤのね、ピレリをね、貼っていこうかなと思います。タイヤマークですね。で、
これをね貼っていって、ちょっとね合うかどうかは微妙なんですけども、これめっこって1,2,3,4 枚だけ切ろうか。そしてこれをタイヤの大きさが合うのかどうかはちょっと微妙なんですけど、で、とりあえずワンセットねやっていこうかな。これカメラ回ってんのかな。あ、回ってますね。回ってました。よかった。で、これ薄皮をめくっていくと、よいしょよいしょ。でこれまあまあいつも通りね、これこうめくって、でここにね多分合わないよね、これついてくれるかな、多分合わないですよね。ホイールついてるからな、行きにくいよね。こうしてちょん、ちょん、ちょんとね、こんな感じね。映ってましたでしょうか。これでねうまいこといけばいいんですけどね、あかんかったらまだね違う方法考えます。またねこれがまっすぐなんで、これがつくかどうか微妙なんですよね。これがねつくかな、ちょんもう完全にこのタイヤの溝の方までね完全に来てますよ、これは。こんな感じでどうかな。あ、もうちょっと下行けばよかったんか。行けるかな、まだもう無理か。よし、まあまあいいです。これでねもうくっついてますね、ピローンとね。こっちもピローンと、あ、いい感じじゃないかいい感じですよね、これ、はい、こんな感じで行きます。ちょっとね水だけね取りながらこう押さえておきます。こうね、うわ、いい感じつきました、しっかりね。次からのやつね、あの間違わないようにだけね、1失敗しないようにだけ注意しながら行きますね。で、この黄色のラインも入れていきたいね。黄色のライン入れに行ってまだねこれ余計なことせんかったらええかったなっていうことにならないかどうかよね。ちょっとこれ黄色のライン
あ、切れた切れた。でもこうやって全部ね切ってから、あの形状に合わせて切ってからね、この薄皮先全部めく、あのちょっとだけ浮かすんですよ全部、うん、一枚一枚いってね、あの失敗したらあれでしょう、あのめくんのね。よし、そしたらこうめくっていこう。よいしょ、なんだろう、あ、ここやな。うん、これ結構楽しい。これ一時ずれて貼っちゃったらね、ちょっとへこむか分からへんけど、クムさんがね、よいしょ、うまくいったら楽しい。よいしょ、これをここ割と下でも OK やったね、これは。ちょっと、パツで仕留めるみたいなね。こんな感じで。ちょっと、よし、これ置いとこう。で、これ。お。ここと、そうそう、パッと見で傷わからない人のためにって言って説明してないですよね。これはあれです、あの LB のね GTR ね、知ってる方はもうそんな知ってるわみたいな感じでしょうけどね、分かってるわみたいな感じやろうけども、わからない方ね、35GTR ね、リバティウォークね。よいしょ。あのタイヤはですよ、ホイールとね。ですけど、このデカールは、タイヤデカールは、タイヤマークはあれです、あの F1 です。はい。フェラーリね。フェラーリで追ってたかな。おそらくね、富士見の、ちょっとずれたかな。まあいいか、このままでいけるな。よいしょ、はい、これも貼っていきます。これもね、そしたら、黄色のラインにね、貼っていこうか。貼ろうか。もういいか。あんまりくどいな。まあ、まあ、でも貼る気になって貼ろうかな。今のところなんかもう全部貼ると、くどいような気がするんだな。はい。もうこの辺しときます。そしてね、あ、そうそう、めくっていこうかな。さあさあさあとめくっていきますね。これでね、全部貼りました、めくりました。あとは綿棒でね、ちょっと水分取りながら押さえていくというとこかな。知ってる？全然映ってないんじゃないかな。また
ってないのに喋っているみたいなね、辛いですね。ノリ。ノリね。ちょっとノリ。よし、できました。これでね、タイヤはできました。どうでしょうか。はい。そしたら、これここ置いといて、ね、よいしょ。オーバーフェンダーつけていこうか。いや、ドアつけていかなあかんね。ドアつけて、ドアの、だからパーツ。よいしょ。あ、これがあれやな。ボンネットね。ボンネット、まあ、とりあえず外れるんですけどね。外さんとこうか、このままで。よいしょ。ドアのつけるパーツ、そうか、これやな、13が左、ってことは14が右ね。とんで、お、びっくりした。何よ。ピンセットか。よいしょ。よいしょ。13が左ね。こっちやな。こうして、こうつけてやな。こうつけて。上げるやつないっすね。こんな感じで、もうドア開閉式にしないと言いましたよね。これで OK かな。ここ開閉式にしようも私できるんですけどね。でこれを、これをここへこうつけると。で接着剤、これをチューンとね、この押し込んで、ちょっと押さえておこうか。キュッと、キュッとね。よし、押さえました。これね、やって開けてみてね、開いたら、開いてかっこよかったらね、開けたくなるでしょうね。今んとこね、開けないつもりでいてるんですけどね。閉まってますと。よし。おっと。まだ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 。うん、やっぱ開けないかな。こんなに立て付けが良かったらいいけどね、多分立て付け悪いでしょ、こんなん。多分ね、もうちょっとボンドしとこうか。ちょっと。キューキューキューとね。よいしょ。そしたらこっちのドアね。で、あ、開いたね、今開いてたね。よいしょ。これをここ、こうね。よいしょ。んで、と、あ、これあれやな、ランナーちゃう、ゲート当たったね。
で接着剤、さっき何気にボンドって言いましたけどね、接着剤です。よし、こんな感じね、つきました。つきましたけども、もうここね、ちょんと、まあ、取る気になったらね、こんなもんちょんカツカツって取れるんですけどね、もう取らないです。決まりです。締めておきます。こんな感じで、あ、開くな。よいしょ。もう一回ちょっと接着剤つけとこうか。隙間空いてたらあかんのでね、見ました。今これでまだね、あのガラスつけやなあかんのね、クリアパーツねつけやなあかんので、今んとこもこんな感じですね。こんな感じ、はい、つきました。そしたら次ね、もうあれやな、接着ぐらいしとこうか。ちょっとしときますもん、ここにね、動くんで、ちょっとね、隙間も空くんでね、これ。よし、こんなもんか。OK。きれいや。OK。でね、今からね、オーバーフェンダーつけていこう。オーバーフェンダーつけていきたいんやけども、デカールがね、まだ、中途なんで、開こうか。これでいいのかな。こうつくから。こうつくんよね、ここ。こうつくんよね。よいしょ。こうやな。よいしょ。よいしょ、よいしょって言ってますけども。これがここで、ちょっとピレリがな、斜めになるか。ちょっとこう、だからこう上がったやな。こうやな。で、ここ、ここ合わせた。よし、これでいいな。OK、これでちょっと接着していきます。うまくついてくれたらいいんですが、
こうか。よし、こんな感じだね。こんな感じで、ドアをね、やっぱりこうしっかり固定しとかなあかんな。ちょんちょんとね。もう動かしませんっていうね、よし、宣言ですね。はい、これで OK ね。あとちょっとここ直さなあかんねって、ちょっと指触れてしまったんで、よいしょ。そしたらこっち、あとこれやってからね、あれですよ、レッドブルのね、マスキング、そうそう、こっちなんかまだドンピシャやねんな。なんであっちあかんかってんやろ。ここドンピシャやねんけどね。はい、つきました。あとね、ここの隙間はパテね、ここ接着しっかりついたパテ埋めていきます。よし、こんな感じで置いときます。で、これどうしようかな。ウィングつけた邪魔になるかな。どうしようか。ウィングまた後にしようか。こうやって置いときましょうかね。こっちね。そして、今日ラストのね、メニューとして、あ、すみません、ちょっと一旦止めます。はい、そしたらね、クリアパーツに、ツヤありクリアを、塗装していきたいと思います。これね、これの、一応ね、全体にはツヤありをクリアするんですが、このね、角の部分があるんですよね。ここだけツヤなしになるんですよね。あの半ツヤ、ボディ半ツヤでいこう思ってるんで、半ツヤにねしようと思ってます。よいしょ。それではね、やっていきます。こんな感じね。で、フロントガラスとリアガラスも、拭いていきます。こんな感じね。ちょっと待ってください。ホコリね。よいしょ。まともにがっつりホコリきましたね、今。よし、取れた。よし、取れた。それではね、もう一回やっていきます。固まったら一回ね、研いでまた修正したいと思いますが、はい、すいません、熱でね、またカメラ熱で止まってしまいましたが、こちらはね、半ツヤクリアを拭いていきたいと思います。
ボディと一緒なのでね、半ツヤで。ボディツヤ消しにしようと思ったけど、半ツヤでいきますね。か、もしくは最終的にツヤ消しクリアーね。はい、というわけでね、今日は、ここまでで終わっておきたいと思います。クリアーこんな感じで拭きました。で、これね、ツヤ消し、半ツヤね、拭きました。で、ボディもね、また拭いていかなあかんのですけどね、今日はね、このぐらいで終わっておきたいと思います。まだね、ちょっとやらなあかんところあるんでね、終わってからクリア拭きたいと思います。ボディはね、こんな感じでね。はい、今日は終わっておきたいと思います。ホンダ N3360 でした。お送りしたのはコムタンでした。それでは、電池ね、調子悪くて、カメラ調子悪くて申し訳ないです。最後の方ね、申し訳ないということで。で、最後までご視聴ありがとうございました。コムさんのね、元気が出るチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは、終わっておきます。お送りしたのはコムさんでした。では、さ